どうもー、なおっちでーす。マインクラフトのその7だったかな。続きの方やっていきましょう。前回から音楽を変えてやってるよということで、今回も音楽は変わっております。というわけで、前回よりもちょっとだけ音楽は増やしたんですが、相変わらずランダム再生になっているので、前回と同じ音楽が流れるかもしれませんが、そこに関してはご了承ください。あとね、コメントの方をいろいろ読ませていただいて、一番俺が驚いたのはね、鉄あるじゃんっていうコメントをいただいて、本当？って思ってさ、見返したらさ、あんのよ、本当に。どっかの海の近くのね、歩いてるところが、足元が鉄だったっていうのがね、あったんで、そこの鉄をね、後で回収しに行こうかなと思っております。というわけでやっていきましょう。いやーちょっとね、今日はね、いろいろあってね、疲れちゃってるんだけど、まあ疲れてるからこそこういう自由なね、ことができるマイクラをやろうかっていう。まあ前回村を発見したので、で、洞窟をいろいろ探索したりするといいよとか、あとは、他にも村以外にもいろんな建物っていうか、場所があるよっていうのを、コメントいただいたので、そういったものをね、探していきたいなと思っております。あと、船もね、作らないとと思ってるんだけど。っていうか、あれだね、来た方向忘れちゃいそうだね。なんかある。なんかあんじゃん。あるじゃん、あるじゃん。あ？ゾンビの声聞こえなかった？でも鉄。鉄。開始すぐ鉄。だいたいさ、一個埋まってると周囲にあったりする気がするんだけど。ないかな。でもここ周辺にもあんのか。なるほど。松明がねえと暗いな。松明と木炭作る作るっつって結局作ってないんだけど、何ここ。はあ、洞窟か。お、鉄。あ、やべ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 。クリーパーは水の中に。あ、やばいやばいやばい。あぶね。水の中に行くと避けれますよっていうコメントもいただいたんで、積極的にやっていこうと思ったんだけど、残念でした。ダメでした、今は。まあ、逃げ切れたんだけど。なんでこんなホラーゲームやってんの、俺。クリーパーとかホラーじゃん、もう。とりあえず、あ、音量大丈夫か？まあいいや。ゲームの音量は後で、この BGM の音量は、調整すりゃいいか。クリーパー多すぎじゃね？一回出ようか。あ、これ鉄だ。よし、よしよし。これが石炭か。あとは、これも石炭かな。これもかな。じゃあ、これぐらいあれば、一回大丈夫かな。とりあえず、一回拠点に戻ろうと思うんだけど、夜にならないうちに。で、船を作って、あと木炭とか、そういったものも作りたいから、おのおのおの。ここら辺のはね、ガッシャガッシャ、ガッシャガッシャ、まあザクザク、取っていっちゃおう。でもあれだね、前回さ、自分でも音楽つけてさ、だいぶ印象変わるなって思ったんだけどさ、見てる人も多分だいぶ印象変わったんじゃないかなって思うんだけど、どうだろうか。で、ありがたいことにね、マインクラフトニコニコすごい、俺の想像以上に見てくれてる人がいて、で、おまけにコメントもいろいろいただいてるので、本当ありがたい限りなんですが、だからね、こっから頑張っていろいろやっていきたいなという所存でありますな。
まあ音楽はコメントでも言われてたんですが、タオルケットをもう一度シリーズから、音楽の方は拝借させていただいております。タオルケットをもう一度シリーズを知らないという人はぜひ見てください。すごいいいRPG なので、海側、こっち側で合ってるかな、デスルーラーはしたくないんだけど、こっちだな。で、まあ、前回気づいたんだけど、お腹の数が一定以上あると、HP 回復するよっていうことと、あと、なんだっけ。あ、そうそう。最初の難易度か、難易度をノーマルにしたから、ノーマルだと、餓死がないよっていうのも、コメントでいただいたので、ありがとうございます。というような感じでございます。今のうちにあれだな。てか、ここカットするべきか、本来。そうだよね。カットだよね。ここね。じゃあ、一旦ここから、拠点までカットいたします。はい、到着いたしました。今のうちにね、なんだっけ。あれ、そう、木じゃね船の作り方も調べておいたので、とりあえず先に寝ます。あとね、なんと嫌なことにね、近くの山にクリーパーがいたんで、まあそれは今ほっといたんだけど、とりあえず、原木を、あ、原木じゃなくて先にもうあれしちゃうか。船を作っちゃいましょうか。で、とりあえず鉄のつるはしかを、作らないとなっていうのがあって、斧はまあ石でいいと思うんだよね。あ、でもまあ、まだ石のつるはし2本あるしいいか。作んなくって。あ、違う。あ、石、そうだそうだ。斧でも作っちゃいたいから。斧どうすんだっけ？忘れちゃったか、オイラ。いいや、後で。とりあえず、あとは、木炭を作る。木炭を、木炭。これ一個に取れねえな。あれ？こっちか。これか。こうか。よしよし。これで、木炭を今のうちに作っといて。で、卵回収しよう。よいしょ。よいしょ。あんま増やしすぎるのも良くないよって言われたんだけど。何匹か生まれたら、一匹も生まれねえ。一匹ぐらい生まれるかなって思ったんだけど、一匹も生まれねえや。一匹さ、生まれたらさ、食っちまおうかと思ったんだけど、これってもうちょい成長するよね、多分ね。困ったな。ご飯ないじゃん。あれか、別のもので作っていくしかないのか。まあ肉でもいいんだけど。あ、そうだ、向こうに鶏がいるじゃん、そもそも。そうだ、せっかくだから船を使ってみようよ。えい。どうやんの？あ、こうか。お、はえ、全然ちげえ。操作がちょっとわかんねえけど。うわ、これ酔い。これ画面酔いしそう。すっげえ画面酔いしそう。ていうか、ここに来て俺のすげえ好きな音楽が流れてる。これ、タオルケットいくつか、わかる人はね、どの作品かわかる人いたらね、ぜひコメントください。これどうやって降りんの？シフトか。ね、この曲すっげえ好きなんだよね。卵。
やっぱりちょっと音がでかいかな。豚も増やせるようにしたいね、そのうちね。肉肉。キノコって焼いて食えんのかな。とりあえずこれで多分食料は多少なんとかなるから、で鉄も確保したし、じゃあどうしようか。やっぱり拠点を移すべきかな。あ、やべ2個も無駄に投げてしまった。これ酔う酔う酔う。これむずいな操作。これ早いけど操作が難しいんだが。ああ、覚えた。オッケーオッケー。あ。全然生まれねえ。あ、ごめん。残念。木炭。木炭はこっちにしておいて、石炭を。あ、先に肉焼くか、でも。でもあれだな、まさかこんな序盤にあれが見つかるとは思わなかったよ。なんだっけあれ。鉄。そう、鉄。これで肉は作ったから、回収して。腐った肉って焼けんのこれ。焼けない。あ、鉄作っとくか。じゃあ、鉄ができるまで、カットするね。またここも。その間にちょっといろいろ調べてくるわ。レシピを。というわけで、カット。はい、鉄がとりあえず、10個、インゴットになりました。で、その間に、さっき作り方が曖昧だった石の斧を調べ直して作っときました。で、あと作ったものは松明だね。忘れないようにというような感じで今作っときました。で、また木炭の方で今作っておいて、で、肉を食って、一回寝て、夜になるまで眠れません。なるほど。食料探しするかい？それともせっかく船あるんだから、あと地図も作り、お、え、お前生まれたの？あー、でもちびっこいからな。これ成長してないの？成長じゃないか。一個だもんな。じゃあおびき寄せるか。こいつこれで来んじゃない？来ない？ダメか。どうしたもんか。ニワトリこれ今いんの？あ、いる。ダメだ。えい。あ、こうすれば来るじゃん。タンポポ俺いつどこで拾った？こうしておいて、入れて、閉める。で、こうしておいて、開けて、あ、くそ。おいおいおい。何やってんだお前。くそ、鶏のくせに。あ、減ってる。入って、閉じて。くそ、全焼き鳥にして食っちまうぞ。
残念。もう一回埋めとくか。よいしょ。お、夜になってきた。こんなことやってる間に。で、今もう20分近くやってんのかな。もうちょいで、あれだな、このパート終わりだな。まあでも続けて撮っちゃうんだけど、また申し訳ないけど。とりあえず、焼き鳥を食って、元気を出して、ボートで、よいしょ。はえー、全然ちげえ。びっくり。こんな早えんだ。文明ってすごいな。あ、あれ何？鶏白いの。やっぱりあれだな、そこら辺の野良の鶏、狩り尽くしても平気だな。俺の養鶏場があるし。さてさて。さっきの洞窟を、とりあえず調べてみようかなと思うんだけど。で、松明があるから、松明を置きながらやっていこうとは思ってるんだけど。よいしょ、よいしょ。だいぶ、ほんと、操作も良くなったんじゃない？良くなってない。でも、だいぶいいんじゃない？そんなことないですか？村は確かこの近くだから。で、村のその近くに、それ、お？なんだこれ。水たまりか。向こうか。多分。よいしょ。とりあえず今回のパート1。一旦ここで切っちゃいます。まあ続けて撮っちゃって、一回で2本分を撮ってるっていうような、今回実況スタイルになっているので、コメントの反映が少し遅れるので、ご了承ください。というわけで、ご視聴ありがとうございました。というわけで、後半っていうのが続きも、次回もよろしくお願いします。